We are Uri。 はい、こんにちは、ウーリー竹下敦史です。本日はね、こちらご紹介したい商品がございます。ウーリーポリマースペーサー 3.0mm×0.15mm です。品番の方は UR036 となっております。お値段800円。こちらの商品になります。使用のですね、用途といたしましては 3mm のサスピンのガタ取りに使ってください。本当に薄いシムなんですね。 0.15mm、私がね、普段愛用しているのは、三つ豊のデジタルノギスなんですが、こちらのタイプになります。多分ね、ノギスの中ではね、これが一番、高精度ではないかと思っております。まあ、この下になるとね、あのマイクロメーターっていう、計測のための道具を使うんですが、マイクロメーターね、なかなか使い方が難しいんです。私もね、以前勉強してマイクロメーター使いましたが、当て方によってね、すごく、出る数値がね、異なるんで、まあ、ラジコンの用途ですと、開発に携わったことがある人間でないとマイクロメーターは使いこなせないと思います。一般的な用途ではね、ミスト用のデジタルのミスが最も精度が高いと考えています。こちらのね、ウーリーポリマースペーサー、3mm のサスピン、結構いろんなとこありますよね。オフロードでも、ツーリングカーでも 3mm のサスピンというのが多く使われるので、そこの部分のちょっとしたガタ取りとですね、あとアームに対してサスブラケットが押し付けられる方向、この方向にこのポリマースペーサーを使うとスラストベアリング的な効果が得られます。実際ね、走行中サスアームというのは常に前後方向に動くわけですね。そうすると必ずアームを押し付けられた状態でブラケットに対して動くので、いくらサスピのところをスムースにしても実際はこういった摩擦の抵抗が生じるわけです。そこでですね、このポリマースペーサーを使っていただきますと、押し付け方向に対しての摩擦が大変少なくなってスムーズにサスペンションが起きます。これはね、本当にぜひおすすめのアイテムです。なかなかね、これ部材自体が入手難なんで、数の方もね、なかなか出荷するのに大変なんですが、とてもおすすめのアイテムです。ぜひ使ってみてください。もう一度紹介します。ウーリーポリマースペーサー 3.0mm×0.15mm です。UR036、 お値段800円となっております。8枚入っております。ぜひお試しください。それでは、本日商品のご紹介させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。